最近すごくね気持ちのいい夢というか面白い夢をよく見ることが多くなってきたんですよね。昨日はね、まあ、とある犯罪を起こして懲役15年くらって、ああ俺出てくる時53歳か、やっていくの厳しいかもしんねえなっていう風な夢でしたね。結構面白かったですね。はい、どうもしもひです、よろしくお願いします。いや今日も暑い、本当に暑い。昨日もねぎこちゃんのところに事務所行ってきたんだけど暑いね。皆さんもねマスクしてのねこの暑い中だと熱中症にはお気をつけください。はい、ということで、あ、今左上のやつもあったけどね、今回の僕の方の動画の方では違いますよ。ぎこちゃんの方のやつはね15時の方があるのでそっちを見てくださいね。A 子の遺跡物語ですね。これマチュピチュも返事だろアユタヤ、なんか調べたらアユタヤがこの中では当たりみたいですね。超アンチウィンド、ハンブロック、ハンブロック近畿の銃とか、銃いけない、わかんないけど いけるような気がするんだよね。銃苦手だからね、もしいけるんだったら欲しいかもしれないですね。まあ行きましょう、まあ、30連かな。そんなにこうねえ、アゲインガチャが言われてる中でガチガチ引いてもね、では行きますよ。なんかもうその遺跡がすごくさ好きな人とかさ、遺跡系だったらポンペイとか来んじゃない、ポンペイっていいのかな、もうそれ。あゆたやね、なんかさなんつうんだろう、全く欲しくないってわけじゃないんですけど、欲しいは欲しいんだけど、それほどなんかこうグワーっていう物欲じゃないから、いちとくんって最近よくキコちゃんの方でも出るよね。あれ、ということはこれは進化する、進化すんのね。うん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 、すっごい汗、すっごい汗、いっちゃいちゃう、すっごいマチュピチュだよこの汗。次、はい、お、すっげえ1234って、すっげえ黙っちゃった、驚きなまで黙っちゃった。行きましょう。いや久々に行きたい。お、確定、何これあまりちょっと引く人いないんで、どうぞこちらの箱からみたいな感じ。もう確定は決まっていくからいやもう20連分で20連で3体、でもあまりこれ入れてる人いないだろうから自信艦隊買うんだったらあと1体か。え、20連でラック15ってすごいね。これね、よく企画でやってたね運極ライブとかだったら速攻終わっちゃうぐらいの速さですよね。30分ぐらいで終わっちゃうんじゃないみたいな。あっちはいっぱいキャラクターいるからね、多分ね、コラボとかだったらなおさらね。なんかね、俺ね、酔い目にする癖がね、すごくついちゃって、なんかね、ちょっと最近ね、おかしいんだよね。左の目とね、右の目のね、なんか筋肉がおかしいのがなんかしてくる。たまにね、ちょっとね、ずれちゃう時あるんだよね、目が。おということで、まあ、んいや、これ引かない。で、残り5個なっちゃうでしょ。あ、でもいいか。いや、これ引いて、もういや、ここまで引いて、ここまで引いたんだったら、また確定？ここまで引いたんだったら、もう地震艦隊組めるぐらい。地震艦隊組めればいいかな。すごくね、そしたらね、30連で止まったから、マチュピチュ。マチュピチュじゃない、モヘンジョだろ。モヘンジョだろ。モヘンジョだろだっけ？モヘンジョだろでいいんですかね。爆発。まあいいや。あ、そこ面白く、見やなんだ。あ、コンプするんだったらもう終わろっかな。コンプだ。ガバガバですよ、今日。このガチャ、引く方どれぐらいいるのかわかんないんですけど、結構見送るっていう人多いんでしょうけど、見は？お！ちょっとね、もうちょいなんかこれ、あれだね、厳選したいって感じですかね。ちび足はいらないかな。じゃあこれで最後に、シュ
ボーなるからこれで自陣艦隊組めるようになって終わり。初めてじゃないですかね、自陣艦隊組めたら。大体ね、30連こういうイベント系のやつ引いた時って全然当たんないんですよね。ね、ガリバーボーイ、ガリバーじゃない、ヘラクレスか、ヘラクレスオカブトはね強くなったんだよね。僕初めて金剣、覇者の塔の21か22、あのよく昔即死してたところ、あそこを初めてクリアした時はヘラクレス使ったから、ちょっと思い入れはありますね。はい、ということで以上、しまひでした。